7月10日は110番の日です。皆さんは110番映像通報システムをご存知ですか？110番映像通報システムは音声だけでは把握が難しい事件・事故などの現場の状況をスマートフォンまたはタブレット端末により警察に通報することができるシステムです。それでは実際に110番映像通報システムの活用方法をご覧いただこうと思います。今回は多重交通事故が発生したという想定で事故状況を送信したいと思います。交通事故です。私は目撃者ですが、赤平駅前で4台絡みの多重事故が起きて渋滞が発生しています。怪我人はいませんか？今のところいないようです。運転手さんは現場にいますか？いると思います。渋滞していて少し離れたところから通報しています。大丈夫です。歩道から撮影します。それでは音声をスピーカーにしてください。スピーカーにしました。あなたのスマートフォンにショートメッセージを送信しましたので、URL からアクセスをお願いします。アクセスしました。留意事項が表示されていると思います。送信する映像などにかかる著作権を放棄すること、 GPS 機能を用いて通報者の位置情報を取得すること、第三者のプライバシーを不当に侵害することがないように撮影すること、映像等にかかる通信料金は通報者の負担になることについて同意していただく必要があります。引き続き位置情報の提供とカメラの利用についての画面が表示されますので、許可していただけるのであれば許可、いいえ、押して進んでください。撮影開始画面が表示されました。撮影開始を押すと撮影が開始します。現在も安全な場所で通報していただいていますか？歩道から撮影しますので大丈夫です。それでは撮影を開始してください。ありがとうございます。それではまもなく警察官が現場に到着しますので、その際もご協力お願いします。通報ありがとうございました。お分かりになりましたでしょうか？ご覧いただいたように、通報者はスマートフォンなどのカメラ機能を用いて撮影している動画のほか、静止画やあらかじめ撮影した映像などを送信することができます。以上で110番映像通報システムの説明を終了します。緊急な事件事故は110番。相談は警察相談ダイヤルシャープ9110。
110番の適切利用にご協力ください。